はい、こんばんは。じゃあ続きますね。その難しい単語。薬って、さっきやったけど、さっき晩ご飯食べて忘れた。薬は泥とか、そういう、体液の表面を貫くの音。あと、よく深く寝る。深く眠る。はい、大丈夫だよね。グーで、浅ましいは、まあ、乏しいとか浅いですね。乏しいとかそういう感じですね。貧しい。で、ひらひらはこういう光がこうして、葉っぱがこうして、風の勢いとかで揺れること。で、しみじみは真剣に、心の底から深く感じる様。そうですね。あと、心を相手、対象と向き合う様。そうですね。友としみじみ語り合う。じっと見る様。それもあるか。まあ、眺めるとしみじみがあったら、じっとってそんな、まあ、それは、真剣に、眺めてるって感じですね。はい。これは和やか。和やかは、なんだっけ。元気って感じですね。あと、まあ、元気より平和的とか、まあ、これはでしょう。平和的とか、穏やか。そうですね、穏やか。和やかな家庭。そうですね。あと、こういう使い方もある。そうですね、パーティーは和やかに済みました。はい、それ問題だった。で、おどおどは心配する。どうしようがわかんないって感じ。おどおど。例えば、なんだっけ。うちの子が熱？いや、違う。そうですね。子供が 熱で、初めての熱で、親がおどおど、おどおどしてた。おどおど、緊張とか不安で落ち着かない。ああ、別にその心配とかはないけど、この落ち着かないとこが大事だよね、緊張も。人前ではいつもおどおどしている。ああ、まあ、俺でもこうですね。人の前ではいつもおどおどしてる。はい。で、例を見ましょう。お返しするものを、これは長いですね。これは読みたくない。これ。あ、これも人の前。はい。まあ。あ、はい。こう。歓迎委員会のものが、おどおどして、おどおどして、ぎこちなかった？こう、なんだろう。おどおどしてぎこちなかった。わかんない。これはわかんない。わかんないってことはちょっと調べた方がいいかな。はい。これは、まあ、間違いだといいけど、多分簡単なことだろう。おどおどして、してぎこ、
これはわからない。これ見る。The timidity of the welcoming committee。これ間違いだろう。わかんないけど。はい。で、なんだっけ。おろそかは、あれだよね、おろそか。おろそかは、だらしないとか、怠慢、いい加減、はい。いい加減に済ませたり、軽く扱ったりして、そうですね、おろそか。遊びに夢中で、勉強がおろそかになる。勉強がおろそかになるは、ちゃんとやってないって感じですね。粗末でも意味がある。人におろそかに、人おろそかに、これは何だろう。せちゃう。施錠じゃないよね。施錠。これは間違い。具の中で間違いもあるんですね。施錠。施錠は英語だと何もないけど、これで、宮中ですね、これ。宮中の工事？これは行事か。これ難しいね。ちょっとノッとした。ちょっと。はい。で、行事の際の、なんだっけ、装飾ですね。これは ゆっくり読まなくちゃ。装飾を兼ねた、装備を 将兵用。いや、まあいいや。はい。まあ、とにかく、その、だらしないって感じで、粗末でもある。で、ちょっと足りないとか、そういう。これは多分、これは列だけど、国読み忘れた。なんだっけ、簡単なやつだったけど。怒るとか、劣るですね。劣る。はい。劣る。で、ぼつぼつは雨の音とか、ちょっとずつとか、ところどころですね。小さな点や穴が散らばって、散らばっている様。紙にポツポツと穴を開ける。そうですね。これはポツポツじゃなくて、ボツポツ。一応ポツポツもあるんですね。こっちに書いてある。で、そんな変わらないよね。あちこち。こういう言葉は、まあ、スイスのチーズ。そういうことですね。で、しなやかは、滑らかとそんなに変わらない。で、ちょっと、まあ、滑りやすいことより、こういう曲がわれるって感じですね。空気とか、空気じゃなくて空気とか。フレキシブルですね、それは。よく失うって、そういう感じですね。で、それで大丈夫でしょう。しなやかな草。あと、柔らかいという意味も膨らめてるよね。
で、ダブダブは多分服がブカブカは大きすぎるけど、多分ダブダブもそうだろう。違うかな。ダブダブは、液体がたくさん、ああ、そっか。ああ、そっか。ボケツの水がダブダブと揺れる。いっぱいで、揺れ動く様。そうですね。たっぷりとか似てるよね。で、もうちょっとやりますね。あと12個ある。で、清々し、いや、これは清々しいじゃないだろう。なんだっけ。すがすがしい。すがすがしいは、リフレッシュだよね。リフレッシングですね。そういう。空気がすが、朝の空気がすがすがしい。ここに書いてるんだろう。すがすがしい朝の大気。これ大気？大気？大気。いやこういう簡単なやつ。でも、読めないことはね、困る。大気。でも大気は、そっか。すがすがしい行為。大丈夫。で、ノロノロは、鈍いって感じですね。呪いは鈍いの2番目の読み方。ゆっくりしている様。動きが鈍く。それをちょっと説明するんだよね。鈍いはこうですね。で、呪いもこう。こう。これ忘れそうですね。で、みすぼらしいはボロボロとかそういう感じじゃないっけ。そうですね。身が絞った。身を絞った感じ。みすぼらしい。見苦しいとか。で、これは華々しいだよね。多分。華々しいは、いい香りしてるとか、綺麗とか、そうじゃないかな。華々しいか。華々しい。華々しいは、派手って感じか。ちょっとすぐにする。そういうとこがわかんない。華々しい。華々しくデビューする。華々しい一生。で、脆いは、これは脆いですね。脆いは、最近これは、脆いは崩れやすい。それは正解だよね。崩れやすい。でも、最近もう一個の問題になって、こういう言葉、漢字じゃなくてもこれじゃないシリーズにも始めようか。これもある。こういうもろにとか、そういうもろは全然違う。そのもろは多分全くとかそういう意味。で、おびただしいは、数量が、いっぱいって感じ。多いとか大きい。数や量が非常に多い。ものすごい。大丈夫でしょう。程度が。